ジャマさん、これはコスプレ集ではなくてコスプレ集ですね。コスプレ集ですけど全然 V 振りと違いましたけど、出てるものが、まず最初これは藤原紀香。はい、CM がこれメジャーじゃなかったら全然わかんない。わかんないわかんない、これ缶があるからわかる。缶がなかったら絶対わかんない。これただの危ない人だよこれ本当に。結構受けは良かったですね。受けは良かった、お客さんのね、まあ旬のもんだったっていうことでね、うん、8月当時はあの、ね、CM は非常に売れていたし、うん、そこをうまく捕まえたという、ね、まあよくぞここまでみっともなくやってくれたっていうなんかそういうのに対する評価だったよ、ね、ただこれを藤原紀香の事務所が見たら、あるいは本人が見たら結構大変なことになりそう、問題が起こったんじゃないかというこういう感じでございますけどね、はい、さあそしてこれが分かんなかった。今振り返っても分からないと、まあ、1位か2位に入るんじゃないかという、なんと内田有紀。俺はでも顔で勝負したかったんですよ。変に塗ったりとかするんじゃなくて、顔で似てるだろうっていうところを見せたかったんです。それは何、あなた自分が内田有紀に似てるということいただけますか、ね、言われたことある。誰が言ったんだそんなことこれはね、いかんですよね。これもかなり、あのね、入場の時に内田有紀さんの曲がかかっていたにもかかわらず、 お客さんが何をしたいんだと、一体何が始まるんだ。俺は多分これ海女さんかなんかやろうとしてんのかなと思ったけど、今あの我々は画面のモニターにしっかりスーパーがあるから内田行くと分かってますけど、うん、会場の方もしかしたら最後まで分かんない方がいたんじゃないかと、うん、これはね試合的にもねオチがなかったんでね、オチなし放置のネタでしたねなるほど。さあ今度はこれはフィンガー5。これは壮絶にこけたやつだよ、ね、スーパーがないと分からないよね、一体誰なのかっていう。ちょっと強引さはありましたけどね。メガネだけじゃんっていう気もしますけど、篠沢時さんって感じだね。試合中に長谷選手からダメ出しが出てる。いけてないと大将自ら分かんないぞと焦って、もちょっと若干顔もちょっとね、自覚の色が見えましたね今ね。札幌はこれは札幌でやった時、北の国からまさに田中邦衛さん、これまでもちょっとわからないですねこれでもわかんじゃないですかね。これは僕わかりました、わかりますよねこれでもテーマ曲に助けられたというでもこれ試合自体よりもあれなんです、あのこの化粧を落とし忘れて次のセコンドについたっていう方がお客さんも受けてて、あ動きにくくて暑くて大変でしたよ。この上下のやっけは着たまま始まってこれは何、あこれ結構似合っ、もうなんかすごい上手く作ってないですか。ショッカーであの仮面ライダーで8音になって出てきたんだけどそれそっくりだねこれ99年の10月になんで松田聖子だったのそして俺の中山になんてことするんだなるほどね、いや中山選手もよく付き合いますねお今度はスラー編という、これは俺は本気で怒ったね、本当に会場で本気で怒ったね、久しぶりだよ俺立ち上がってやめろって言うとかといつかはやるだろうなと思ってたけどこれでも、さくらかわいいって言って結構声援がすごかったんですよ。時に胸の風船が割れてポーンっていって、それがやけん地味に面白かったです。これがミルキーです。あーこれ正面から撮ってました本家本元中山、お前は本物だよこれは当たり前だね。わかんないっすよさあ今度は何でしょうか。これはなるほど、大体ねコスプレやると相手が脱力してその隙に攻めるんだけど、この時相手本気で怒られてしまって秒殺されちゃったやばかったですね。健之介がやっぱりちょっとね子供持ち出したらまずかったですね。一見するまでもこれ健之介って書いてないと北斗選手だって分かんないって感じでこれ覚醒剤中毒の全国ではないこれ危ないですね杉山さん発言が地上波だったりもなかったでしょうみたいなすごく危ない発言、まあ、まあちょっと多めに見てほしいですね。あーあそして健之介君は俺よくこの時点で襲いかかられなかったしかもデビュー選手のドクの使い回しだった、ね、これ本当にねテレビ出せるギリギリのものだったもん
やばいです、ね、これはね怒るよやっぱり神の日だよもうこれはちょっと分かるような気がするんだけどこのこれ盗んだ、これ盗みました、これ本物、本物です、こんな作れないですよ、で本物で盗んできちゃったんで、もうもちろん尾崎真弥組がもう焦っちゃってガウンがなくてで下のこう佐藤とか長島とかにもうガウンがないとか言ってかなり怒ったみたいですこんなことやったのあの昔ミスター神之助が新崎人生の衣装盗んだことになったけどそれ以来だよこの口はちょっとデフォルメしすぎなんじゃないかって気がしますけど中島さんもね4ヶ月経つとだいぶ慣れてきますね、そうですね、どのあたりで紹介すればいいのかというでしょあ、これが結構これはなかなか秀逸だったこの大タイプの肉のつき方がいいねまさかでもこんなに似てしまうとは思わなくてこっちが焦りました、ね、これまた水着盗んだんだよねこれ水着本物、これも本物、はい、彼女去年着てたやつ、なるほどね、このだるそうに着てるジャケットがまたいいんですよやる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 、その子やりますねおい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 これ絶対その子弟子見てて絶対いつかやるぞって思ってるんですけどなかなかやらないんでやってやりましたよ、後ろから見ると結構確かに似てるんカートもやりづらそうですね、いやでしょ自分蹴飛ばせるみたいなあ私ってこうなのかしらそんなに痛くないなら入ってるんだからえこれは何ずっとそのまま試合続けちゃったの、そうです、今のは板はよく分かんない、太もも何入れてたあれはエアパッキンです、だから受け身取ったりとか蹴られるたびパッチンパッチン音がして、そうですヒップとかやってもパフォーパフォーって音がしてあれは計算外だったんですけど嬉しい誤算ですね、これは何でしょう、クエスチョン編が出てまいりました、な分類不能とこれもね、これはいいですよ別に、これもちょっと札幌2連戦ちょっとパッチなかったね、札幌はそうですね、マントがまたしょぼいね、この下の道はきっちりついてますねこれもっとちびっこ応援してくれると思ったんですけどね、ちょっと引いちゃったみたいですね、リアル引くよこんなんじゃない、アンパンマンはちびっこだったらヒーローだからさそれは引くでしょう精一杯アンパンマンを表現したつもりなんですけどねここはでも須山さん、黒田的に抜かりがないね、うん、お面を取ってもメイクしてたって言わないけどね、これは何ですか、これはおにゃんこクラブですね、え、キュータっておにゃんこクラブの来ない、ギリギリ入ってます、一応振りがあってんだなんで俺もわかんだった、いや色気がないというか、これ放送してもいいんでしょうか、これはこれも危ないですね、結構面白いですね、これもなんか女子高生って言えばなんかプレーガールキューって感じだよなこれ結構面白いですよあー、これでも顔、コギャルのメイクは今風ですね、ビーボードモデルとかでこのいたよ、確か相手は加藤園子、これやりづらいでしょうねすごいと思ったでしょ、女子高生ってのは、おにゃんこ高校生、そうですね、でも自分あの高校とか行ってないので、高校あんた2つ行ったでしょ、だってでもどっちも結構すぐやめてるのであ、ダンシングベリーこれは、須山さん、忘れもしない、はい、さっきの悪魔ですね、これ、黙ってみもじゃないですかねこれ、お腹は何が入ってるの、これお腹、新聞紙です、新聞紙一番チープなものだこれずっとコール中とかもずっとやってたんで、ちょっとあばらとか痛くなっちゃって試合に影響しないかと思ってたんですけどね、これはやだよな、ちょっと触るのが嫌だった感じこれは精神攻撃だこの全身体勢はどこで手に入れてきたの、これは買ったんです、東急ハンズで、これいくらぐらい、これと5000円なんですけど、白しかなくて、それ
ああこれ染めたんですよ。加藤その子の時も使ってたのこれだ。はい、あそうです。なるほど。結構使い勝手がいいから高くても、はい、使い回しが効くぞと。元は取ってますね。また多分使いますよ。もうこっちでできちゃうの。これがこれはね、あのみんな言ってたよくできてたんで、どうやって動かしてんだろうっていうのはね、これは覚えてますね。これはよくやった。これも要はあれでしょ、あのモノマネの時に BG4 が使っている技ですよね。だいたいこうあの東京近郊の地方会場は外れが多いですけど、これ珍しく当たります。あ、なるほどね。うわ、そしてうわ6人でのしかかられてるような。これ6人でホールだから目標だったんですね。そうです。さあそしてたった一人になり、いやタッグマッチじゃないからさ、いくらなんでも人形反応しないでしょう。これはこれがコスプレやめたって言ったのに記憶に新しい1月16日。いやこれ年賀状。そうです。これは何材質は。これは、なんて言うんでしょう、これなんか包装用の、あれだ、荷物包むやつ。そうです。あー、なんか発泡スチロール、ビニールとか発泡スチロールとも言えないようなね、はい、王者、王者がよくわかんない。これ上がってくるとカオルさんに怒られたのに、ちょうどカオルさんコメントやってたとか。あんたもうやんないって言ったのに、私があんな一生懸命やって今やってたのに一瞬通り過ぎただけです、この場を持ってきて。これもいい出来だってみんなに褒められました。これね、今年